8の11です。この問題ね、意外に正解率が低いんですよね。taking a warm で、ここにあがあるんだから、後ろに名詞来ますよね。今ここ形容詞がある。名詞。名詞どれ？sleep も確かに名詞になるんだけど、あったかい眠りとはちょっと、あったかい眠りか。でも、あったかいお風呂の方が普通のコロケーションとしてはいいよね。なんで、taking a warm bath。はい。で、taking が、まあ、頭にあるんで、まあ、分子構文の可能性もあるが、普通に考えてこれだけの短さであれば、分子構文というよりは同名詞だよね。taking a warm bath までが主語で、それがどうしてくれるのかということで、動詞がいりますね。で、動詞の前に、まあ、助動詞があるから名詞が来るだろうと。はい。動詞どれ使う？ sleep も help もいけるね。ただ、help の方が応用が効きそうだね。なぜなら、help は？ help？人原型の形があるからね。ということで、こういう形になるかなと。